皆様、こんにちは。マイクロソフトコーポレーションセキュリティグローバルブラックベルトのカンと申します。本日は、オンプレミスクラウド環境のサーバーをマルチに守ると題しまして、マイクロソフトディフェンダー4サーバーズの概要と最新機能をご紹介させていただきます。本日のアジェンダはこちらの通りとなっています。昨今の状況を鑑みてサーバーを取り巻く脅威についてまずお話をさせていただいた上で、マイクロソフトディフェンダー4サーバーズを含むディフェンダー4クラウドの全体像、そしてディフェンダー4サーバーズの機能概要についてお話をさせていただきます。最近非常にアップデートがされているプランではございますので、特に管理可視化を容易にする最新機能をご紹介させていただきます。また、すでにご利用中のご利用者様にとっては影響があるお話かもしれませんが、エージェントの統合の方針についてもお話をさせていただきたいと思います。デジタルトランスフォーメーションやオンプリミス環境のクラウド環境へのシフトを考えますと、それらの特徴として構成が容易であり、多種多様なサービスが活用が可能となっていることから、攻撃者にとって狙いやすい範囲、攻撃対象領域も常に変動が発生して拡大し続けている状況といえます。管理者にとっては全体の状況の把握が難しくなる一方で、攻撃者にとっては魅力的な攻撃対象領域が増え続けるという事態に陥ってしまいます。これは、オンプレミス環境からクラウド環境へサーバーを移行している利用者にとっても、決して他人事ではなく直面する状況なのではないでしょうか。こういった状況を考えますと、オンプレミスのセキュリティを踏襲したままでは、こうしたクラウドネイティブな環境を前提とした環境に対して対策として立ち行かなくなる状況となってきます。管理者ないし、利用者はクラウドネイティブな環境の特性を理解しつつ、その特性も活用していきながら、最適な形で環境保護、そして安全に構成していく必要があります。クラウドの特性も加味しながら、厳密なアクセス管理、サーバーの OS 以上のレイヤーだけではなく、クラウドリソースとして構成、動かしているコントロールプレーンといったレイヤーも含めた統合的な監視が必要になります。クラウドアプリケーションの開発や展開を進めている一方で、人材不足や専門性を備えることはすぐに難しく、セキュリティについては後手後手になっているというお悩みをよくお伺いしますので、できる限りセキュリティのためのメンテナンスやかかる工数を低減してスピーディーに導入が可能であるかということも大事なポイントの一つです。オンプレミスだけではなく、クラウド環境を想定した場合のサーバーセキュリティ対策にはどういったポイントがあるのでしょうか。ここではいくつかの考慮ポイントを挙げてみました。まず第一に、パブリッククラウドで構成された仮想マシンはオンラインで構成、管理することが前提にあるということです。オンプレミス環境では、ベーシックな構成として、インターネット環境と企業環境を隔てるファイアウォールや IPS を設置し、外からの想定しなアクセスはブロックしますが、一旦内部に入り込むと、ホスト単位でアクセス制限がされていないケースも多いように思われます。対して、クラウドリソースについては、個々のリソースがオンラインでアクセス、構成管理するのが利用方法となりますので、一つ一つのリソースに対して厳密なアクセスコントロールが必要になってきます。また、物理的なハードウェアを必要とせず、シンプルな操作で作成、変更、削除が非常に容易であるという側面から、仮にクラウド環境に対して不正なアクセスがあった場合に、リソースが勝手に作られて悪用される、といったオンプレミスではなかなか考えにくいインシデントも想定に入れておかなければいけません。そして、クラウドリソースそのものを管理するコントロールプレーンを含めた保護も考慮に入れる必要があります。ひとえにサーバーリソースを作成するといっても、ある程度自動的に、かつ付随するリソースとして作成されるコンポーネントも存在しますので、脅威形質をネットワーク、ストレージ、コントロールプレーンなど、接続されたクラウドネイティブのコンポーネントに拡張し、サーバーのセキュリティ状態を隅々まで評価し、保護できる必要があります。こういった大量のリソース情報や構成情報を効率的に可視化し、リスクのある構成ミスを検出することは、安全なクラウドを利用において不可欠な側面であると言えるでしょう。こういったクラウドネイティブな環境をライフサイクルを通してセキュリティに管理、保護していくソリューションエリアとしてガートナーに定義されたのが、クラウドネイティブアプリケーションプラットフォーム、略して CNAP と言われるソリューション領域です。一口にクラウドセキュリティといっても、様々な目的、セキュリティ対策機能を要するセキュリティソリューションが用意されています。クラウドリソースのセキュリティ構成ミスを検出するクラウドセキュリティ体制管理、
クラウドワークロード種別ごとに最適な保護機能を検出するクラウドワークロード保護、開発時点でのセキュリティの組み込みを実現する DevSecOps、過剰な権限の検出を可能とするクラウドインフラストラクチャーエンタイトルメント管理、ネットワークセキュリティといった具合です。これらが統合されていない場合、セキュリティ対策として実施していない側面が発生したり、分断された分析基盤により脅威検出、リスク対応不十分となることが考えられます。また、複数のツールを並行して利用していると、運用の非効率化や一貫した対応が難しくなるといった側面も生じます。このような背景から、クラウドネイティブなアプリケーションを想定して、開発時点から本番環境での実行時の保護まで、ライフサイクル全体で保護を行うプラットフォームが CNAP になります。マイクロソフトでは、この CNAP のソリューションとして、Defender for Cloud を位置づけています。2023年の Gartner のマーケットガイドにおいて、代表的な CNAP ベンダーとして位置づけられております。マイクロソフト Defender for Cloud は、大きくクラウドセキュリティ対戦管理、略して CSPM、クラウドワークロード保護、すなわち CWP、DevSecOps、DevOps とセキュリティ管理の統合を3本の柱として機能を提供しています。マイクロソフトが収集する膨大な量の脅威インテリジェンスや分析エンジンを使用して統合されたインサイトを得ることは、高度化する攻撃に対応するために非常に有効に働きます。Defender for Cloud の特徴として、サーバーなどのワークロードに特化した保護機能を要していることはさることながら、CSPM や DevOps、マルチクラウド環境を統合的に保護、セキュリティ上の可視化を図るプラットフォームとして利用いただけるものであるとご理解いただければと思います。本セッションでは、こうした CNAP を構成する要素のうち、クラウドのワークロード保護、特にサーバーリソースに特化したプランである Defender for Servers について取り上げます。かなりの機能強化がなされているプランであり、すべての機能についてカバーすることはお時間の都合上難しいため、お引き合いの多い機能と、特に最近のアップデートにフォーカスしてご案内したいと思います。それでは、まず機能の全体像からお話しします。Defender for Servers は、前述した通り、Defender for Cloud においてサーバーに特化した保護プランです。マルチクラウド、ハイブリッドクラウドをサポートしておりますので、環境ごとに分断しがちなサーバーに関するセキュリティ対策とデータの収集を一箇所にまとめることが可能です。また、特に強調してお伝えしたいのが、マイクロソフトが提供する EDR ソリューションであるマイクロソフト Defender for Endpoint とネイティブに統合されていることです。サーバーを EDR で保護したい場合、このライセンスも Defender for Servers の課金に含まれて利用が可能です。クラウド環境の特性を活かし、シンプルな構成方法での自動プロビジョニングを実装することができますので、リソース一つ一つにオンボーディングさせる必要はなく、インストール漏れを防ぐことができます。クラウドネイティブなサーバーを前提とした先進的な機能群により高度に保護し、オンプレミスからクラウド環境のサーバーまで一元的なセキュリティ保護と可視化を可能とします。Defender for Servers には、必要となる対策に応じて、プラン1、プラン2といった選択肢が用意されています。黒文字がプラン1で提供されている機能、赤文字がプラン2で提供されている機能です。ざっくりとした住み分けとしては、プラン1は EDR および脆弱性管理といったベーシックなサーバー保護機能、プラン2はエージェントレススキャンやネットワークの可視化、ジャストインタイムのアクセスといったよりクラウドに特化した側面での高度な機能群が提供されています。サーバー環境の保護について、既存の対策としてウイルス対策にとどまっているという声はよくお伺いします。EDR による高度な脅威検出をできれば行いたくても、エージェント導入やコストの懸念から追加の導入コンポーネントを避けたいというのも、セキュリティ強化を踏みとどませる理由の一端となっているのではないでしょうか。Defender for Servers は、エントリーとなるプラン1でも、アンチウイルス、EDR、脆弱性管理、また基本的な体制管理まで行いますので、積み上げてセキュリティ対策を個別に用意するのではなく、単一のソリューションでセキュリティのレベルアップを図ることが可能になります。Defender for Servers の特徴の一つでもある EDR 機能は、マイクロソフト Defender for Endpoint が基盤となっており、業界的にも高い評価を得ています。すでにクライアント PC で利用されている環境も多いと思いますが、Windows では OS に組み込まれていることも相まって、
ユーザーに追加の負担なく高度なセキュリティ対策が可能となっております。とはいえ、決して Windows OS だけではなく、Linux をはじめとしたマルチプラットフォームをサポートしていることもこの製品の魅力です。Defender for Endpoint で取得できる情報、インサイトは幅広く、このコンポーネントを OS 上で有効にすることによる可視性は日々広がりを見せています。後述する先進的な機能でも少し触れますが、OS の脆弱性、構成情報、機密情報の保有状況などが可視化が可能です。もしまだ利用されていない場合は、Defender for Servers では30日の無償利用期間も用意されておりますので、ぜひお試しいただきたいと思います。攻撃者は、サーバー上に存在する脆弱性を検出、巧みに悪用したリソースの侵害を試みますので、サーバーにおける脆弱性検出機能は必須と言えます。ご存知の方も多いと思いますが、Defender for Endpoint には脆弱性スキャン、管理機能も備わっておりますので、Defender for Servers を有効にすることで、こういった脆弱性検出の機能も利用することができます。ですので、追加のコンポーネントは必要ありません。単純に脆弱性情報を列挙するだけではなく、その脆弱性が公開されているか、攻撃者が侵害するテクニックとしてルフされているかのエクスプロイトキットの有無も含めてリスクレベルを評価します。利用者は、その内容に応じて、どの脆弱性から対処すべきかの優先順位をつける一助とすることができます。Azure VM においては想像に難くないことと思いますが、マイクロソフトのセキュリティ機能がネイティブに連携されており、非常に親和性が高いものとなっています。ただし、Azure 外のサーバーについては同様の管理ができないかというとそうではありません。Azure Arc というコンポーネントを介して、Azure 外にあるリソースについても Azure と同様の可視化管理が可能となっています。AWS、GCP 上の仮想マシン、オンプレミスのサーバーについては、Arc エージェントを介することで Defender for Servers で利用できる高度なセキュリティ機能を利用できるようになっています。ここまでエージェントの導入、あるいは新たなコンポーネントの OS 上の有効化により利用可能となるセキュリティ機能についてお話しさせていただきました。ただ、ご利用環境上の様々な利用条件において、新たな機能を OS 上で稼働させることは看過できない。既存のアンチウイルス対策ソリューションをすぐに移行することは、長期的、綿密な計画が必要になる。入れ替え作業による人員配置に関するコストへの様々な検討、調整が必要になるなど、利用者にとっても越えなければいけないハードルがいくつもあるのではないかと思います。その場合に、利用環境に新たな負担をかけず、スピード感を持ってセキュリティ上の可視性と脅威の検出を可能とするため、エージェントレスキャンが Defender for Servers のプラン2でサポートされています。仕組みとしては、クラウドリソースのディスクスナップショットを取得し、それに対して定期的にスキャンをかける形で、リソース内に存在する様々な情報を取得、Defender for Cloud にインサイトとして提供します。基本的に1日に1回のスキャンとなるため、リアルタイム性は高くありませんが、このような仕組みを取るので、リソースそのもののパフォーマンスに影響を与えることはありません。今日は詳しく触れませんが、エージェントレススキャンは、Defender for Cloud の CSPM に特化したプランである Defender CSPM でも利用できるようになっております。それに加えて、VM に対する可視性を高めるには、エージェントベースでの検出に加えて、エージェントレスでの検出機能もサポートすることが必要であることから、Defender for Servers のプラン2でも利用可能となっています。検出することが可能なカテゴリーとしては、ソフトウェアインベントリー、脆弱性、OS 上に存在するシークレット、マルウェアの有無についてになります。この後、それぞれについて触れていきたいと思います。エージェントレススキャンでは、まず第一に、OS 上にインストールされているソフトウェアインベントリー、また、そのソフトウェアに関する脆弱性が検出されます。ここでの検出は、OS 上で機能を有効にした場合と、ほぼ同様の検出が可能です。スナップショットに対して定期的にスキャンをかけるという方式になるので、タイミングは限られますが、少なくとも利用サーバーのパフォーマンスに影響を与えずにクイックに脆弱性の有無を明らかにできるというのは、セキュリティについて手間暇あまりかきたくないですとか、導入までに時間かかりすぎる、クリティカルな脆弱性がないかをクイックに検出したいというようなケースにも有効な機能ではないかなと思います。エージェントレススキャンでは、
OS 上に保管されている他のリソースにアクセスするためのシークレットやクレデンシャル、秘密キーについて検出が可能となっています。テスト目的やメンテナンス等で VM 上にこうしたシークレットを置き、アクセスに利用することはあり得るシナリオですが、VM 上に置かれたまま放置され、そのうちにラテラルムーブメントに悪用されるといったリスクがあります。シークレットが存在するかも含めて検出することで、不用意に置かれたシークレットを削除したり、安全なキーボルトに配置してアクセスするようにするなど、堅牢な構成が可能になります。どのような検出が可能になるかは、こちらの検出例でご覧ください。該当のリソースにおいて、検出されたシークレットに関し、どこに置かれているかのファイルパス、種別、そのシークレットにアクセスした日時、実際に接続先のリソースがあるかも含めて検出が可能です。もし意図しない接続であれば、該当のシークレットに対して削除であったり、何らかの対処を行えることにつながりますので、悪用されるリスクを低減することに役立ちます。せっかく EDR ソリューションをインストールしているという認識に立っていても、それらが正常にインストールされているか、構成されているかを合わせてチェックできた方が、構成漏れの懸念を払拭できることになります。ここでは、ディフェンダーフォーエンドポイントのオーボンディングでエラーが発生している場合の検出も可能ですし、仮に部分的に機能がオフ、スキャンがされていない状況であっても、その状況を把握するということに、このエージェントレススキャンを利用できることになります。実際のオーボンディング状況、スキャン状況のチェックという意味では、こちらの推奨事項はぜひご覧いただけたらと思います。エージェントレススキャンについては最後になりますが、マルウェアの検出についてもエージェントレスで可能になります。攻撃が発生する前に、セキュアな構成を実現するための脆弱性やシークレットの検出に加えて、実際に脅威としてのマルウェアの検出も可能となることは、とても注目したいポイントです。あまりリソースを潤沢に抱えていないサーバーで、アンチウイルススキャンのためのリソースを避けない場合であったり、エージェントの展開が時間がかかる場合にぜひ活用したい機能です。検出エンジンは業界の評価も高いマイクロソフトディフェンダーアンチウイルスでスキャンを実施しますので、実際にサーバー上で稼働させた場合と同様の高い精度で検出が可能です。こちらのエージェントレスマルウェアスキャンについては、ディフェンダー CSPM ではサポートされておらず、ディフェンダー4サーバーズプラン2のみでサポートされておりますので、ご注意いただければと思います。こちらはちょうどこの5月末にリリースされた機能ですが、ディフェンダー4サーバーズプラン2において、OS の構成に関するセキュリティベースライン検出機能がサポートされるようになりました。CIS ベンチマークと対照して、OS レベルでセキュリティ的に脆弱な構成となっていくかの検出を行うものとなっています。コントロールプレーンレベルでのセキュリティ構成ミスに加えて、OS レベルでの危険な構成となっていないかを検出可能となる強力な機能強化になると考えます。ここまでお話ししてきた Defender for Servers のサーバーに対する実装について、具体的にはどのような方式があるのというポイントについてお話ししていきたいと思います。サーバーにおいて、マイクロソフトから提供するプランについて、大きく3種類の有効化方法がサポートされています。1つ目が基本的なオンボーディング方法であり、従来から用意されていたサブスクリプション単位での有効化です。Azure サブスクリプション、あるいは AWS、GCP コネクタ単位で Defender for Servers を有効化します。この方式を適用する環境内のサーバーリソースにおいて、基本的に Defender for Servers の有効化対象となるため、何らかの事情があるため部分的に適用対象外としたい場合には利用しにくいモデルとなっていました。その対応策として、後続の位置づけではありますが、よりきめ細やかな単位でサーバー保護機能を有効化にするというのが、リソース単位での有効化の対応を手順となります。仮に同じサブスクリプション内に Defender for Servers を有効したい、したくないサーバーが混在している場合に利用できる方式となります。いくつか制限があり、AWS、GCP、コネクタ環境下のリソースでは利用できない。Defender for Servers Plan 2では選択的に有効化するということはできず、まず、サブスクリプション単位で有効化し、特定のリソースのみ無効化するという方式のみサポートされているというのが現状になります。最後が、ダイレクトオンボーディングという方式です。これまで、サブスクリプション単位有効化も、リソースレベル単位の有効化も、オンプレミスといった非 Azure 環境においては、Azure Arc エージェントのインストールが必要となりますが、ダイレクトオンボーディングでは、Arc エージェントインストールは必要とせず、
Defender for Endpoint のオンボーディングのみで、Defender for Servers としての利用が可能になるというものです。ただし、こちらもいくつか制限があり、Azure VM に関してはサポートされないということ。また、Defender for Servers Plan 1のみサポートされ、Defender for Servers Plan 2の機能を必要とする場合には、引き続き Azure Arc Agent が必要ということになります。今お話しした3つの方式についてこちらのイメージを利用して補足させていただきます。こちらはサブスクリプション単位の有効化となり、最もシンプル、簡単な方法になります。Azure ポータルの GUI インターフェースで Defender for Servers の有効化、MD 統合の機能を有効化するのみで、環境内に存在するリソースに関して、自動的に Defender for Endpoint から提供される EDR 機能といった高度な保護機能が有効になります。対応の実施漏れを避けるためには、こちらの方式を最もお勧めしたいところではあります。続いて、リソース単位の有効化についてになります。こちらは、指定したリソースのみを限定して、Defender for Servers の機能を有効化、課金を開始するといったリソースに限ることができます。ただし、先ほども制限事項としてお伝えした通り、Defender for Servers Plan 2の場合には制限があること。また、現状は GUI 上で有効化することはできず、REST API を操作して有効化するなど、手順的には一手間必要なものとなっています。リソース単位有効化については、いくつか公開情報が用意されておりますので、ぜひ参照いただければと思います。こちらでは API の仕様やタグ、リソースグループなど、あるカテゴリーごとにプランを有効化するスクリプトなどが紹介されています。API の仕様としては決して複雑ではありませんので、サブスクリプション丸ごと有効化することができない場合には、ぜひご検討いただければと思います。Defender for Servers の基本的な構成では、オンプレミスや Azure 外の VM リソースに対するオンボーディングにおいて Azure Arc Agent を必要とします。Azure Arc ではセキュリティの用途以外にも、これらの Azure 外のリソースに対して統一的な管理が可能となる大きなメリットはあるものの、やはり追加のエージェントインストールはハードルが高いというお声をよくお聞きします。その場合に OS において Defender for Endpoint をオンボーディングしておけば、アークエージェントの構成を不要とするオプションがこのダイレクトオンボーディングの手法になります。こちらの機能の有効化方法は非常にシンプルで、Defender for Cloud ポータルから課金対象のサブスクリプションを選択して機能を有効化するだけのものとなっています。注意点として、従前 Defender for Endpoint のサーバー版として Defender for Endpoint for Servers という事前購入式のライセンス体系もございましたが、そちらで購入、オンボード済みのサーバーについても、テナント単位で Defender for Servers の対象リソースとしてカウントされることがあります。課金の重複を避ける措置も用意されていますが、不足のコスト重複を避けるためにも、環境内のライセンス適用状況を確認した上で適用を検討いただくことをお勧めいたします。こちらは、オンボーディング方法に応じて Defender for Cloud 上でどのように参照できるかの見え方のイメージになります。サブスクリプション単位、あるいはリソース単位有効化でのオンボーディングでは、VM としての表示は同様になりますが、同じサブスクリプション環境下でも Defender for Cloud の機能オン、オフの表示が有効化状況に応じて反映されることになります。Azure Arc 経由で構成されたリソースについては、分類として Azure Arc として識別されてきます。ダイレクトオンボーディングで有効されたサーバーについては、こちらの表示の通り、サーバー Defender for Endpoint として表示されて、分類としては別のものになります。最後に、Defender for Servers におけるアーキテクチャ上の大きな変更となるエージェントの統合について触れていきたいと思います。ご存知の方も多いと思うのですが、クラウドリソースにおいて多くのデータ取得を可能としてきたログアナリティクスエージェント、通称 MMA が2024年8月30日をもってリタイアする方針が発表されています。Defender for Cloud では、これまでこの MMA に依存した機能を多く提供しており、特に関係する保護プランとしては、Defender for Servers プラン、及びマシン上の Defender for SQL Servers のプランがありました。エージェントレススキャンでお伝えした従来の環境に対する多数のエージェント導入による利用者における負担は見過ごせるものではなく、MMA のリタイアに合わせて Defender for Servers における構成のシンプル化、エージェントの統一を図るのが今後の方針となります。詳細は公開ブログ、また、エージェントの配信向けてのマイグレーションパスに向けての情報が提供されておりますので、こちらも合わせて参照いただければと思います。特にフォーカスしておきたいポイントについて、いくつかピックアップさせていただきます。まず、大方針として、
MMA のリタイア後は、ディフェンダー4サーバーズは MMA あるいは後続の AMA の依存関係がなく、ディフェンダー4エンドポイント由来、あるいはエージェントレススキャンの方式でカバーするという点です。MMA に依存する機能群は、2024年8月に非推奨となる予定のため、それまでに MD のオンボード、あるいはエージェントレスキャンの有効化が必要となります。Defender for Servers については、MMA、AMA エージェントに依存しない構成となりますが、マシン上の Defender for SQL のプランに関しては引き続き AMA エージェントによる機能の利用がサポートされます。こちらも同様に MMA からのマイグレーションは必要となりますので、2024年8月までに対応いただければと思います。こちらはやや抽象的な表現とはなりますが、MMA、AMA エージェントを必要としていた現在の各プランの対応状況から、2024年8月以降に必要となるプラットフォームの編成について表現したものになります。イメージとしては、左から右に編成していくイメージになります。これまで Defender for Servers のプラン2含めたフルの機能を利用するためには、MMA あるいは AMA、場合によってはゲスト構成エージェントなど多数のエージェントが必要でした。2024年8月の MMA リタイア後、各機能は MDE あるいは MDVM での提供、そしてエージェントレススキャン機能で提供される方式に変更となります。構成のシンプル化の一方、これまでエージェント前提で利用いただいていた利用者においては、マイグレーションをご検討いただければと思います。マイグレーションのために必要な手順としては非常に簡便なものとなっています。利用環境において MD 統合とエージェントレススキャンの有効化を GUI でセットするものになります。対象の監視環境、Azure Subscription、AWS Connect 等の設定画面に遷移いただき、設定の項目がありますので、そちらをクリックいただきます。設定の画面が表示されますので、こちらでエンドポイントプロテクションおよびマシンのエージェントレススキャンのトグルをオン、保存いただければ設定は完了です。本日は Defender for Servers の主要な機能、最新のアップデートも含むシンプルな環境の可視化、構成のオプションについてお話しさせていただきました。機能拡充としては目覚ましい領域ではありますので、ぜひとも今後のアップデートに注目いただければと思います。以上でこちらのセッションを終了します。ご清聴誠にありがとうございました。